今回はスーパーボウル級のランク7からの対戦になります。さて、選出ですが、相手のパーティーで水を半減できるのはセグレイブしかいないので、イルカマンを通していきたい。あとはこのパーティーの大黒柱の海流と、イルカマンの交換先にクレベースを選出しておきます。この3匹の選出でいきます。ビギナー級、モンスターボール級を経て現在は7勝7敗で勝率は5割。今までの経験上、ここから苦戦する対戦が増えてくる印象。しっかり相手の行動を読んで、勝ちをもぎ取っていきたい。相手の初手はセグレイブ。イルカマンのクイックターンを唯一半減できるので、初手イルカマンを読んで出してきたのでしょう。こちらは物理耐久が高いクレベースに交換します。交換するのは読める対面なので、後続に刺さる技を選択してきそう。クレベース硬すぎ。クレベースの努力値振りは HP、攻撃にぶっ破しているだけで、防御に振らなくてもこんなに攻撃を余裕で耐えてくれるんだな。ここは交換読み交換をするかどうかを悩んで、雪なだれを選択。やはり交換してきたか。交換してくる場合はウルガモスか鉄の毒牙のどちらかと思ってた。持ち物は黒いヘドロか。なんか珍しい鉄の毒牙だな。ここは有利対面を作るためにイルカマンに交換します。毒ビシ。最近、上位帯で流行っていると噂の毒ビシ。マスカーニャが使う印象だけどな。ここは水技を半減できるセグレイブに交換してきそうな場面。ロマンの気合パンチを放っていきます。来い、セグレイブ。パンチグローブ気合パンチで KO だ。まさかの炎の前で突っ張ってきたわ。その発想はなかった。これで気合パンチが決まれば、絶対にショートで切り抜いていたのに。まあ、交換してこないならジェットパンチで倒しますか。イルカマンツッピョ。先制技の火力じゃないな。さらに水テラスタルすると威力が上がる。実質、イルカマンは対戦中に2回進化することになるな。再びセグレイブが出てきました。環境にいるセグレイブは突撃直帰が多いこと。さっきの気合パンチを見ていることから、攻撃せざるを得ない。そして、イルカマンのカウンターは警戒されない。つまり、こういうことですよ。イルカマンで2匹倒し、お互いテラスタルは残っている状態。相手の最後の1匹はミミッキュ。こちらは引き続きジェットパンチを選択。お、影打ちじゃないのか。ここで化けの皮が剥がせたのは大きいな。イルカマンはいい仕事をしてくれましたね。あとはクレベースで対処しましょう。ドレインパンチされるのは嫌ですが、大したダメージは入らないはず。雪なだれを連打しておけば、ミミッキュはすぐ倒れてくれるでしょう。結構いいダメージが入るな。テラスタルを切ってきましたね。これでクレベースには大ダメージが入り、倒れると思いますが、ゴスゴスネット、命の玉でミミッキュの HP はわずかになります。あとは海流のアクアジェットで終わりですね。
え、耐えるの？クレベース硬すぎんよ。しかも攻撃せずに倒れていきました。珍しくクレベースが活躍してくれた試合でしたね。さて、2試合目。引き続き、勝率5割からスタート。相手のパーティーには鬼門のヘイラッシャがいる。水タイプの通りが比較的いいので、初手はイルカマン。このヨザルのビルドアップ対策にドラゴンテールがある海流。セクレイブが重そうなので、ハッサムを選出。この選出でいきます。スーパーボール級からはランクが上がりにくく、5割以上で勝っていかないと昇格ができません。相手の読みレベルも高くなっていくので、このスーパーボール級で苦戦することが多いんですよね。初手はセグレイブ。クイックターンのダメージを軽減するためのセグレイブでしょう。ここは選出時に考えていた通り、ハッサムに交換していきます。予見突撃は半減で受けれるので、大ダメージにはならない。交換が来るとしたらヘイラッシャか鉄の毒牙かな。予見突撃後なので、バレットパンチが決まれば大ダメージ。バレットパンチは効果抜群でさらに2倍になるから、倒してくれそう。テラスタルをして、効果抜群を消してきました。うん、いいダメージ。ハッサムの物理耐久でも、この HP じゃテラスタル自身は耐えられない。セグレイブの残り HP は半分以下。ここは、タイプ相性のいいイルカマンで倒していきます。もちろんジェットパンチを選択。引いてきました。このパーティーの天敵、ヘイラッシャが出されてしまう。最近のヘイラッシャは呪い搭載型は少ないらしいし、持ち物は食べ残しだけど、あるとしても回復技は眠るだけ。あくび、守る、地割れ、ウェーブタックルか眠るか雪なだれ。が、技としては考えられる。イルカマンにまともなダメージを与える技を持っていなさそうなので、ここは自慢の気合パンチをお見舞いします。やはりあくびか。その選択、後悔するがいい。いいダメージ入るじゃん。クイッチ気合パンチでこのダメージ。だいたい4割くらいか。相手目線、イルカマンのクイックターンで逃げられるのを嫌がるはず。なので、ここは守るを選択してきそう。守るは相手の無償降臨を許すクソ技ですぞ、わら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 。補助技っていうのはうまく使わないと意味がないんですよ。世の中には補助技だけでマスボ級に行ける人もいるしな。ここはヘイラッシャにダメージを与えて、負荷をかけていきたいので、ノーマルテラスタルを切って、ハチマキ神速をしていきます。よし、いいダメージだ。次の神速で倒せそう。相手は引き続き、あくびを選択。あくび連打で、食べ残しでどんどん HP を回復されてしまう場面。ひとまず試合が動くところまで早送り。ここはイルカマンの気合パンチを警戒して守るをしてきました。相手は守る、あくびで HP 管理をしています。急所とかで倒せれば、かなりアドバンテージが取れたけど仕方ない。ヘイラッシャの HP 的に一撃入れれば倒せる場面。選出時に話した通り、後続の水の通りが結構いいので、海流を眠らせます。どうにかして構築場かなり辛い、ヘイラッシャを倒すことができました。
こちらに海竜がいたので、やはり羽ばたく神が控えていました。古代活性で素早さが上がる。相手は HP が残り半分以下のセブレイブ。イルカマンのジェットパンチが通せます。身代わりはいい技入れてるなぁ。これは結構辛くなってきたぞ。イルカマンの耐久なら2回くらい攻撃を耐えてくれそうだけども。海竜が目覚めました。なお、神速をしているので効果ありません。ノーマルタイプなのでムーンフォースは次も余裕を持って耐えそう。ここはこだわり解除してアクアジェットが打てそうなので、イルカマンに交換します。いい耐久。ジェットパンチ2回で羽ばたく神の HP は限りなく0になる。海竜のハチマキアクアジェットで羽ばたく神を倒し、残った地面テラスセブレイブも効果抜群で倒すことができる。いい感じで試合を進めることができたな。え？羽ばたく神倒れたな。イルカマン火力高すぎるわ。パンチグローブジェットパンチは H4 振り羽ばたく神に対して、中乱数で一撃で倒せるようです。ちなみに神秘の雫なら高乱数1発。命の玉やこだわりハチマキなら確定一発です。確かに羽ばたく神は物理方面ペラペラですが、やっぱりイルカマンは強いんすよ。ヘイラッシャを倒し、勝負にも勝つことができました。その後順調に勝ち進むことができず、ランク7を抜け出せない。炎統一パーティーと対戦することになり、こちらは炎弱点4体と相性不利になりそうだったが、1ターン目からノーマルテラスタルハチマキ神速をぶっ放す。オーバーヒート脱出ボタンで出てきたスコビランにもぶっ放す。驚愕の火力で一撃で吹き飛ばす。後続のヒートロトムにも脳筋神速。こだわりスカーフトリックされ、火力を下げられたが変わらず神速。ボルトチェンジで出てきたコータスにも神速。この後倒されてしまったが、相手のパーティーはもうボロボロ。ナイーブフォルム状態のイルカマンのジェットパンチで後続を蹴散らす。やっぱり海竜は脳筋神速が一番強い。力こそ、パワーだ。そんな試合をこなし、次はランク8昇格戦。今回も水の通りが悪くないので、イルカマンを初手に出し、一家ネズミ対策にクレベース。あとはとんでも火力で敵を殲滅してくれる海竜。巨ジオーンはこのパーティーにかなりきついポケモンだけど、テラスタルされなければ、イルカマンでどうにかなるし、鉄壁を積まれたら、海竜のドラゴンテールで対策できるので、まあ、なんとかなる気がしている。さあ、これに勝ってランク8になるぞ。初手はシャリタス。特性の司令塔はダブルバトルでは強いみたいですね。もう一つの特性は呼び水。シャリタスを知らないと、ここでクイックターンをしてしまいそう。ドラゴンタイプの技が飛んできたら嫌なので、クレベースに引きますか。凍える風なら海竜を出さないで正解でした。クレベースの頑丈がなくなってしまったので、頑丈ミラーコートはできない。かといっても、後続に交換することはできないので、シャリタスの攻撃を耐えることを信じて、ミラーコートをしていきます。おお、耐えた。流星群やハイドロポンプなら倒れていましたね。初手型のシャリタスなら気合の助けかと思ったけど違いました。
クレベースは十分に仕事をしてくれたので、あとは後続に任せましょう。海流は有効打がないので、イルカマンを出していきます。通常であればイルカマンのインファイトを警戒する場面、交換してきそうなポケモンがいないので、ドドゲザンは攻撃してくる。そして、ここで全く読まれないイルカマンのカウンターですよ。やはり上からインファイトをされると思って不意打ちをしてきましたね。イルカマンのカウンターは採用率ランキングだとトップ10以外。そりゃカウンターされるよりも普通に殴る方が強いんだから。ただ警戒されないので、簡単に決めることができます。相手のラスト1匹は鉄の毒牙。相手はテラスタルを切って、ここでタイプを変えてくるでしょう。かといって、気合パンチを打つことはないので、何も考えずジェットパンチを選択します。草テラスなので、一般的な鉄の毒牙かな。エナジーボールじゃないのか。そりゃイルカマンの耐久なら炎の舞は耐えるよ。しかも急所か。あとは危なげなく対戦を終えることができそうなので、早送りします。こちらはまだテラスタルを切っていないので、海流にテラスタルを切って、ハチマキ神速して終了です。やっぱりこのパーティーの軸はイルカマンと海流だな。火力コント大事。ランク8になりました。が、ランク8で負け続けるとランク7に戻ってしまう。せめて勝率5割は維持していきたい。このパーティーの対戦に慣れてきたので、このままマスボ級を達成したい。では、ご視聴ありがとうございました。